あなたは悪魔に取り憑かれたと言われる女性アンネリーゼ・ミシェルをご存知でしょうか。ミシェルは1976年7月1日23歳という若さでこの世を去りました。死亡した時の彼女の体はひどく痩せ細り、体中あざだらけというとても悲惨な状態だったんです。しかし決して暴行や虐待でこうなったわけではないんです。彼女の両親はミシェルの死をこんな風に考えています。ミシェルは悪魔に殺されたと。悪魔に呪い殺されたと言われる若き女性アンネリーゼ・ミシェル、彼女の悲惨な死はなぜ悪魔によるものとして語られているのでしょうか。そこには法律や宗教、そして両親の思いが複雑に絡み合っていたんです。はいどうも、焼きプリン上の薄い膜から食べるケンちゃんです。どうも、ザ・天使ヤビエミコです。その通りでしょう。さてね、本日ご紹介するのは若くして亡くなってしまったアンネリーゼ・ミシェル、なんで亡くなってしまったのかということなんですけど、なんと悪魔に取り憑かれてそのまま死んだと言われているんです。続く不審死。悪魔に殺されたと言われるアンネリーゼ・ミシェル、そんな彼女が生まれたのはごく平凡な家庭でした。遡ることおよそ70年前の1952年、ドイツ南東部のバイエルン州にある小さな町で生まれます。彼女の家は厳格なカトリック教徒で、ミシェル自身も両親の教え通り心身深い少女だったんです。よくあるね、田舎のなんか女の子ですよね。はい。そんなミシェルに変化が訪れたのは16歳の頃。彼女に意識障害や痙攣を起こす病気である転換の症状が現れ始め、入院することになったんです。病院で投薬などによる治療が重ねられるも、ミシェルの症状は悪化する一方でした。徐々に歩くことや話すことも困難になっていくミシェルは、転換とは思えないような症状すら出始めます。そんな彼女に現れた症状の一つが幻聴。満身創痍のミシェルに聞こえてきた幻聴の内容は、お前は呪われている、地獄で腐っていく、などのとても不吉なものだったんです。めちゃくちゃ体つらい上にさ、こんなん聞こえてきたの気分最悪。まあまあ踏んだり蹴ったりってやつですよね、うん、まあなんか実はね、これ以外にもね、奇妙な症状が起こってるんですよ。ついにミシェルは幻聴だけではなく幻覚なようなものも見え始めます。ミシェルが見たのは悪魔の顔。嘘くせえな。突然部屋の壁に7つの角があり、7つの冠をかぶる悪魔が見えると家族に伝えたんです。冠かぶりすぎ、風邪ひいた時とかに見る夢みたいな、うん、これ。まあそうなんですけど、これらのねことからね、ミシェルはね、ある考えに取り憑かれるようになるんです。ミシェルが持つようになった考え、それは自分は悪魔に取り憑かれているというもの。神を深く信じる10代の少女に見えた悪魔や聞こえた不吉な声、このように考えるのはミシェルにとっては自然だったんです。傍から見ればさ、うん、ただの病気に見えるじゃない、うん、まあまあまあそうね、思いますよね、うん、まあなんかミシェルがね、自分でね妄想しちゃってんのかなみたいなこともあるんですけど、実はミシェルだけじゃなくてね、家族ですらも悪魔が取り憑かれているとね、疑わざるを得ないようなことが起こってくるんですよね。ミシェルがサンダミアーノ教会という大きな教会を訪れた時のこと。教会へ近づく彼女の様子がおかしくなり始めます。本来キリスト教徒であるミシェルにとってとても神聖な場所であるはずの教会で、彼女が取った行動はとても異常なものだったんです。なんとミシェルは教会に入ることを拒んだんです。さらに彼女の異様な行動はそれだけではありません。教会にある十字架をひどく怖がったんです。どういうこと？まあ十字架ってどういうものか分かります？よく分かんない、うん、まあキリスト教のね象徴なんですよ。つまりはこういうことなんです。キリスト教において最も重要な象徴である十字架への嫌悪、それは悪魔に取り憑かれている人の症状として代表的なものなんです。病気の範囲を超えたミシェルの症状とこれらの行動から、ミシェルの家族はこのように判断します。自分の娘には悪魔がついていると。こうして娘に取り憑いた悪魔を払うべく両親が動き出します。いや本当に悪魔、うん、思い込みでしょこれ。俺も信じてないんで、うん、思い込みだと思ってますけど、まあそうすると話終わっちゃうよね。はいはい、はい、でまあね、ここでね娘に現れた症状は、うん、悪魔による仕業だと思った家族をね、うん、悪魔払いをねさせるんですけど、うん、まあそう簡単にね解決にはね向かわなかったんですよ。悪魔払い。両親が娘ミシェルのため悪魔払いをお願いした人物が、以前から信仰のあったエルンスト・アルト神父でした。ミシェルの症状を見てアルト神父もすぐに悪魔の仕業であると確信。まあ、しかしね、悪魔払いの儀式を行うにはこのねアルト神父よりも立場が上の人の承認が必要だったんです。
そこで許可を取らなければいけないのがヨーゼフ・シュタング司祭。ハガレンに出てきそうな名前ですね。彼は初めは病院にかかるように勧めました。しかしその間もミシェルは急にわけのわからない言語で話し始めたり、家の中で叫び続けたりと症状はひどくなる一方、それを見たヨーゼフ・シュタング司祭は秘密裏に行うことを条件にアルト神父が悪魔払いを行うことを承認したんです。そもそもなんか悪魔払いっていうのがよくわかんないよね。馴染みがなさすぎて日帰りとかでできちゃったりするもん、ね、なんか物によっては悪魔が弱かったらその日で終わるとか、映画の描写でもありますよね、うん、僕悪魔払い見たことないんでね、うん、ただ他のなんかこう文献とか見てると、うん、基本的に強い悪魔ほど長期にわたってね、うん、退治するっていうのがね通例なんですよね、はい、ミシェルの悪魔払いは1975年から1976年のおよそ10ヶ月間1週間に 1,2 回の頻度で行われました。そしてアルト神父と共に悪魔払いを行ったのが先ほどのヨーゼフ司祭によって指名されたアルノルト・レンツ神父。ミシェルの悪魔払いはこのアルト神父とレンツ神父の2人体制で進められました。悪魔払いが始まったことでミシェルの両親も医学的な治療を諦め、神父たちにミシェルの行く末を委ねるようになります。そしてね、悪魔払いの過程でミシェルにどんな悪魔がついているのか、それをミシェル自身が語り始めるんです。アルト神父によりミシェルの口から自分に6体の悪魔がついていると伝えられます。彼女が語るにはミシェルについている悪魔は堕天使ルシファー、旧約聖書で人類最初の殺人者と言われるカイン、イエスキリストを裏切ったキリスト教で忌み嫌われる存在ユダ、キリスト教徒を迫害したと言われるローマ皇帝ネロ、暴力事件を起こしたと言われる堕落した司祭フライシュマン、そしてナチス総統のアドルフ・ヒトラー。またなんか悪魔のアベンジャーズみたいなやつらね。すごい豪華っすね、マジでファンタジーよ、うん、まあこういう状況なんですけど、うん、ミシェルはね悪魔払い中にねどんどん苦しんでいくことになるんです。悪魔払いの最中、ミシェルはまるで彼女の中の悪魔が苦しんでいるかのような行動を取るんです。それは自らの体を壁に叩きつける、女性とは思えないような低いうなり声で喋るなどとてもおぞましいもの。これによりミシェルの体はあざまみれでボロボロになっていくんです。なるほどね、これであんな、なんか傷だらけになっちゃった、うん、まあ、こんな状況でミシェルはね、うん、さらにね命に関わるねある行動をね取るんです。悪魔払いの中の自らの強行により心身ともにボロボロのミシェル、しかしそれ以上に自分自身の命を脅かすようなことがあったんです。ミシェルは悪魔払いの期間中一切食事を取らなかったんです。まともな食事ができる体調ではなかった。外に出たくない悪魔がミシェルを弱らせるため食事を許さなかった。食事を取らない理由として様々な説が囁かれているんですが、いずれにせよ10ヶ月もの間飲まず食わずで生きていられるわけがないんです。長期的に続けられた悪魔払いの結果、ミシェルは栄養失調と脱水症状のため23歳という若さでこの世を去ってしまったんです。悪魔に取り憑かれたような症状で苦しみ抜いた挙句亡くなってしまった少女の悲劇。しかし事件はこれだけでは終わらなかったんです。残念ながらね、悪魔払いの効果も虚しくね、ミシェルはね亡くなってしまったんです。いや、そもそも、うん、悪魔払いの効果があったのかってことよ、本当に嘘くせえっすよね、マジで。この一連の出来事はミシェルの死で終わりを迎えたかに思えたんですが、ミシェルの死がきっかけで事態は複雑になっていくんです。悪魔の存在。ミシェルの死後、彼女の両親、そして悪魔払いを行った2人の神父を思いがけない出来事が襲います。なんとこの4人罪に問われてしまったんです。その原因が他ならぬミシェルの死だったんです。先ほどもお伝えした通り、ミシェルの直接の死因は栄養失調と脱水症状。彼女の死亡時の体重は30キロほどしかなかったというんです。さらに肺炎も併発しており、はた目から見れば明らかに治療が必要な状態。両親と神父はそんなミシェルの治療を怠り、死に至らしめたとして裁判にかけられてしまうんです。でもこの人たちもなんか助けようとしてたっていうのは分かってるから、ちょっとなんか悲しいわよね、この展開は。まあ、裁判の、ね、論点になるところがね、うん、このね悪魔払いなんですよ。ミシェルの両親からすれば決して彼女の治療を怠ったわけではありません。むしろ病院にかかっても改善が見られない娘を思い、藁にもすがる思いで行った悪魔払い、そして二人の神父もそれに応えようと自分の職務を全うしたとも言えるんです。しかし悪魔を信じない者からすれば、それが見当違いに見えてもしょうがないんです。そんなお互いに正しさを抱えて開かれた裁判の主な論点、それが悪魔が存在するか否か。この議論めちゃくちゃどうしようもなさそう、ま、なんか大変なんですけど、うん、論点が論点なんで、うん、主張がね、検察側、弁護側とね、それぞれね、対立することになるんです。
ミシェルの両親と神父を弁護するのはカトリック教会によって派遣された弁護士。彼らは悪魔がいて悪魔払いが正当な行為であることの証明を試みるんです。実はミシェルの悪魔払いの最中、その一連の様子は記録されていたんです。提出されたのは低くうなるミシェルの音声や実際の悪魔払いの映像。確かにミシェルの行動はまるで悪魔に取り憑かれているようにも見えます。そしてね、検察側もこれに反論するんです。ミシェルの家庭は厳格なキリスト教徒の家庭。ミシェル自身も厳しくしつけられていたんです。10代で発症した転換の治療の中で徐々に精神を病んでいったミシェルは、両親のしつけの結果、それを悪魔によるものだと思い込んだんです。そして自ら悪魔のような行動を取るようになっていたのだと検察はこう主張したんです。まあ、俺もこっち派。実際悪魔払いが始まった時点で病院での治療はストップ。食事を取らないなど命に直接関わりある行動を取り始めたのがその頃なんです。これらの理由からミシェルの死の原因は両親と神父にあると検察は主張したんです。そして検察の求めた刑は神父2人への罰金刑、両親は犯罪性のみ認め罪はなしと。これの人が亡くなったにしては随分軽い刑ね。まあ、実はね、ここにはね、複雑な事情があったんです。検察の求刑が軽い理由、それは信仰の自由なんです。通常と同じ罰が与えられていたら悪魔は存在せず、ただ保護責任を怠ったという結論になります。それはつまり憲法で決められた信仰の自由を脅かしかねないんです。さらにそれが大きな権威を持つカトリック教会のこととあればなおさら、何より悪魔払いを希望したのがミシェル自身ということもあるんです。まあ、こういうね、複雑な事情を考慮した上で軽い罰を求めたんですよね。そして裁判の結果、両親と神父は有罪となります。保護を怠ったゆえの過失致死ということで判決が下されました。ただ検察の望んだ通りの刑とはならなかったんです。なんと4人の罪は求刑よりも重くなってしまったんです。彼らに下された判決は執行猶予付きの半年の拘留。検察の求刑よりも罪が重くなるのはかなり特殊な例なんです。特殊な例ではあるけど、真っ当っちゃ真っ当な刑じゃない、これ。真っ当ではないですけどね。まあ、多分おそらくなんですけど、多分司法がこの宗教的対立を恐れちゃって、罪に関してはね、罰は保留にして、結局はね、まあ執行猶予とかついてるんで、お咎めなしみたいなもんなんですよね。こうしてこの事件は宗教的なヒステリー症状が出た女性とその保護を怠った大人たちという結論が下されました。一方、一部の人々にとってミシェルは悪魔と戦い死んだ殉職者として神聖な存在になったんです。そして彼女の墓は後に聖地のような扱いになりました。悪魔という目に見えない存在に人生を壊された少女、果たして彼女たちが戦っていた悪魔の正体とは一体何だったのでしょうか。まあなんかね、こう悪魔にね、取り憑かれたって思い込んでたのか、まあ本当に悪魔なのかわかんないですけど、思い込みって怖いですよね、人間の。まあそうね、はい、思い込んじゃったら幻覚も見えるのかもしれないもん、ね、信じる力って人間すごいわよね。今回の場合はマイナスにいっちゃったけど、うん、そうそう、プラスの方にね、信じちゃえばね、うん、こう人生ね、プラスなことが起こるかもしれないです。例えば僕だってこう大学絶対受かるって自分がバカだけど信じたから受かったし、会社ね TNS にこう受かると思って頑張ったら受かったし、こうね、ヤミコさんとね YouTube こう組んでね、絶対にこう10万人行くんだって思ったら信じてたし、で今100万人行くんだって思ってて絶対無理だとね思ってる方もね、今ここまで見てくれてる人でさえも思ってる人もねいるかもしれないですけど、僕たちは信じてるんで諦めないんで、諦めない限りね死ぬか成功するかしかないんで、つまりね、どういうことかというと絶対行けるんです。つまり信じる力は最強なんです。ただそれだけを伝えたくて夏